ボルボ八百五十とは、九百九十一年に発表、各国で九百九十二年モデルとして発売された、ボルボの中型車。セダンとステーションワゴンがあった。九百九十三年まで併売された二百四十シリーズの後継機種として、約五年の歳月をかけて開発された。エンジン横置きの FWD レイアウトを採用し、直列後気筒エンジンを搭載し、 以後のボルボ各社の設計に大きな影響を与えたエポックメイキングなモデルである。当初はボルボセダン伝統の6ライトスタイルのセダン一種であったが1993年にはワゴンモデルが追加されセダンをしのぐ人気を博した。エンジンバリエーションはすべて直列後起頭で日本市場では最初に DOHC20 バルブ搭載車がリリースされ続いて DOHC10 バルブ、ターボチャージャー付けと、順次バリエーションが拡充された。チューニングはポルシェが担当。ミッションは、アイシンワーナー。後に、最終限定モデルとして、クラシックが、セダンエステートと共に、台数限定で販売され、国内販売を終了した。1から新設計された850は、従来のボルボとの共通点は事実上ゼロと、言えるほどのニューモデルであり。 当時の安全第一だが鈍重なイメージが強かった、ボルボのイメージを180度変えるモデルとなった。また、850の戦略的な BTCC の参戦によって、ボルボイコールスポーティーという現在まで受け継がれる、確たるイメージを定着させ、特に市販車としては限定スペシャルモデルの 850T-5R、850R は即完売するなど、 これまでに内大ヒットとなった。日本市場では850が1990年代のステーションワゴンブームの火付け役となり、スバルレガシーや日産、ステージアなどの日本の自動車メーカーのステーションワゴンに大きな影響を与えた。並行輸入を含め、ボルボとしては未曽有の台数が輸入された。なお、850エステートは1994年度、 グッドデザイン大賞を受賞している。1997年、それまでのボルボとしては異例にも6年という短命で850という名称は、その生涯を終えた。ビッグマイナーチェンジを受けて、S70、V70 と改名され、2000年のフルモデルチェンジで、S60、2代目ボルト70にバトンタッチされた。ありがとうございます。